ボーイングアーマイナス64アパッチヘリコプターのタズ PNVS タズ PNVS はボーイングアーマイナス64アパッチヘリコプター用に開発された各機関制用のセンサー機器である。この機器には2つのシステムが組み合わされているが、それらの機能はお互いに独立している。ロッキード・マーティン社とのタズ。 PNVS の製造契約が締結されたのは1982年4月30日であり、最初の t a p n v s が完成したのは1983年であった。2007年7月12日のバクダット空爆の映像 t a は画像安定装置を備えた複数の電子工学センサー、レーザー即興機及びレーザー目標指示装置で構成されている。また、 水平方向に左右120度、垂直方向に上側30度から下側80度まで PNVS から独立して回転することが可能であり、搭乗員の頭の動きに追従させることが可能である。この場合、ヘルメット装着式光学照準機を用いることでコックピットや船上の視野上にタズの映像を投影することができる。タズには、 サーモグラフィーカメラおよび白黒の昼間用 t v カメラが装備されている。ブロック3レベルの R-64D に用いられる m t a においては白黒 t v カメラがフルカラーのカメラに換装される予定である。t a には DVO も装備されており CPG はオートを介してその画像を見ることができる。近年納入されている R-64D においては 使用頻度が低いオートやディービュが取り外され、3つ目の多目的表示器が副操重視用コックピットに追加されている。タズの上部に取り付けられた PNVS にはパイロットの頭の動きに追従して動く IR カメラが装備されている。PNVS は水平方向に左右90度、垂直方向に上側20度、下側45度まで動く。その動きは 高速であるため、パイロットの頭の動きに正確に一致させることが可能である。2005年現在、アメリカ国のアパッチを m t a p n v s に回収するための事業が行われている。この回収により、性能及び信頼性が150%向上し、整備所要が減少することが期待されている。ありがとうございます。